はい、今回はですね、人気バンコンビルダートイファクトリーさんが製造販売しておりますアルコーバ、こちらをですねご紹介していきたいと思います。はい、このねアルコーバ、実はですねトイファクトリーさんのレパートリーの中でも、まあ、唯一無二と言ってもですね過言ではないかと思うんですけど、この後ろに見えますこのお部屋にですね、実はトイレルームになっておりまして、カセットトイレがですね標準装備の車なんですよ。ところが今回のこの車両、実はねその唯一無二の特徴でもあるこのカセットトイレをですねレースなくしてしまってるんですよね。まあ、その理由としましては、最近ね私もご紹介する機会結構増えてるんですけど、こういうバンコンタイプのキャンピングカーを検討されていて、まあ、トイレがねある部屋が欲しいな、トイレをですね持って歩いて旅をしたいなって方結構今増えてまして、一つの提案として最近ですね流行りのこのラップポン、自動ねラップ式のトイレを置いたりだとか、持ち運びがですねできるポータブルのトイレをですね置いたりだとかっていうことがねできるキャンピングカーになるんですよね。今ですねキャンピングカーを検討されていて、トイレがですねまあ置けるねこうキャンピングカーをね探している方にはこのねアルコーバがねひょっとしたら合ってるかもしれませんので、動画の方もですねぜひ最後までご覧いただければなと思います。ちなみにこのチャンネルではキャンピングカーやキャンピングトレーラー、いろんな種類をご紹介しておりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。4月1日土曜日、2日日曜日の2日間は北海道最大のキャンピングカーイベント、北海道キャンピングカーフェスティバル2023を開催します。最新のキャンピングカーが北海道に集まりますので、ぜひ遊びに来てください。アルコーバのベース車両はトヨタハイエーススーパーロングキャンパー特装車、外装カラーは一番人気のパールホワイトです。車両最後部右側には外部電源取り入れ口がついております。専用コードをボディに差し込んで AC100V コンセントに接続すると、 AC100V にてサブバッテリーを充電することができます。この外部充電は意外と軽視されることがあるんですけども、サブバッテリーをしっかり充電する方法の一つです。運転席側右側にはエアロウィンドウが装備されております。これはトイファクトリー社製品の象徴ともいえる装備品ですよね。それでは室内をご紹介します。室内カラーは標準装備で2色から選択できるんですけども、今回は明るい木目のタイプを選択しております。木の温かみも感じられて明るい印象ですよね。はい、エントランスドアをね入ってすぐ右手側にこう屋根設備があって、この上にですねオールインフォメーションボードがあります。はい、このオールインフォメーションボードはメインスイッチだとか、あとですね照明のスイッチやインバーターのねオプションで付けたインバーターのスイッチ、冷蔵庫やですね FF ヒーターだとかね、あとサブバッテリーの電圧をですねこのモニターで確認することができますので、このランドティピのですね室内の電装品関係をですね一括して操作ができますし、バッテリーの状態だとかっていうのをねモニタリングすることが可能です。ですので、このオールインフォメーションボードはエントランス入ってすぐのところにありますから、例えば夜中にですね車の中に帰ってきて照明をつけようかなと思ってもですねすぐここから手を伸ばしてですね照明のスイッチを入れることができますので、ポジショニングはね結構いいですよね。はい、オールインフォメーションボードのすぐね後ろにはこのようにね収納スペースがありますので、こちらを開けてみます。そうするとですね奥行きもね結構深くて高さもあるですね収納スペースがありますから、キッチン関係のですね鍋かまるいをですねこの中に収納することがねできるかと思います。そしてこの棚の下にはですねタッチ式の照明と、はい、こちらでねオンオフができるんですけど、ライン照明もありますので、このキッチンスペースをですね明るく照らしてくれます。はい、そしてこちらにはですね、はい、シンクがねありますから手洗いだとか、ね、食器を洗ったりだとかそういうこともできますよね。そしてこの横にはですねエンゲルの上蓋式冷蔵庫があります。冷気がですね下から逃げない仕組みになってますからね、冷え度合いの保持も結構いいですし、このドアもですねこのようにソフトクローズがねついておりますので優しくね閉めてくれます。そしてこちらをですね、これよくですね取っ手かなと思って引っ張る方もいらっしゃるんですけど、これね実はタオルハンガーなんですよね。はい、そしてこちらの方にはですね延長の
調理台のスペースがありますからね、調理をするときにこのねテーブル代わりにして使うことができるかと思います。そしてこのですねシンクで使う給排水タンクに関してはこちらのですねエントランスドアを開けてこの裏側にですね秘密がありますので、こちらもねご紹介していきたいと思います。まずこのエントランスにはウェルカムライトがありますので足元を明るく照らしてくれます。この家具の下の方にロックがありますので、こちらを開けると給排水タンクが装備されております。重たいタンクを中に運び込まなくてもいいので非常に使いやすい場所ですよね。はい、続きましてこのね冷蔵庫のですねすぐ横にはですねこのタワー型のね収納があるんですよ。これねタワー型になっておりますので収納関係がね揃ってるんですけど、こちらのねシャッターを開けるとこのような感じで2段もですね収納スペースがありますから、食材だとかですね調理機材なんかを収納することもねできるかと思います。そしてこちらですね、はい、電子レンジがあります。はい、こちらの電子レンジ、これはですね AC100V ね家庭用の 100V を使って動かすことができます。ですのでこの状態でですね使おうとすると外部電源を差し込んで外部からですね AC100V を供給することができればこの電子レンジを動かすことができるんですけども、もしですね外部電源が取れないところでこの電子レンジを使いたいなとなると、オプションでですね1500のインバーターというのをつけることをお勧めします。そうするとですねインバーター出力で 100V を、ね、生み出すことができますので、このですね電子レンジを動かすことができます。はい、そしてこの電子レンジの下にはですね、はい、このね引き出し式のですねこの調理台のスペースがありますから、ここでですね例えば調理をねして冷蔵庫から物を出したり、ね、こちらの進行の、ね、ものを使ったりすることができますので、こういうね使い方もできるかと思います。そしてこのですねスライド式の収納棚の下にはですね収納ねあります。このような感じで結構ねガバッとこう出てくる収納がありますし、1段あって2段目、これはね結構深さがあるんですよ。このような感じでなかなかですね深い収納がありますから、フライパンだとかね、まあ使う使わないは別としてフライパンなんかも収納することができます。そしてこのソフトクローズもねありますし、この下にはちょっとね狭めなんですけどこういう感じのね収納スペースがありますから、お皿だとかね箸だとかそういうのもね収納することができるかと思います。結構ねキッチンスペースなかなか充実した収納スペースがねあるかと思います。はい、続いてですねダイネットスペースをご紹介します。これ運転席、助手席、テーブルを挟んでセカンドシートという風になっております。このような感じになっておりまして、もちろんですねここに座ることもね、お二人の方が座ることもできますし、このシート、これ、ね、運転席、助手席もですねこう生地も全部変更されてるんですよ。これ実はね今ドライビングポジションなんですけど、これをですねこのシートを実はですね後ろ向きにすることができますので、それをね今少しやってみたいと思います。そうすると4人の方がですね 1,2,3,4 っていう風にですねこのテーブルを囲んでダイネットスペースをね作ることができます。このシートの展開は簡単です。まず助手席側はフロント側にスライドさせて、できたスペースにこのマットをはめ込みます。純正シートの背中側にはしっかりとマットが仕込まれておりますので非常に座り心地もいいです。運転席も同様にこのようにスライドさせて背もたれを少し前に倒します。そしてこの専用の座面マットをはめ込むだけで後ろ向きのシートの完成です。はい、このようにするとですね運転席と助手席がですねこう回転したりだとかねするわけじゃないんですけど、こうスライドさせて背もたれをね前側に倒してあげるとですねこれがちょうど背もたれになるんですよね。これシートに関してはこれねあんこを入れて、まあ、あんこってちょっとあれの言葉あれなんですけど、中身のねスポンジを入れてですねこのようにですね座れるようなね形状にしてくれてますから、そしてこのですね専用のマットをここからね抜き出してこう置いてあげることによってですねもうこれシートになってしまったんですよ。こうすることによってですね背中をねシートのねバックを背中を利用してこのような感じでねシートが出来上がるんですよね。これで、ね、ちょっと今座ってみたいと思います。このシートは意外に座り心地も良くて、私ぐらいの身長でも頭が使えないほど広さもあります。
こうすると4人の方がテーブルを囲んで座れそうですよね。はい、このようにですね、テーブルを真ん中に入れると、まあ運転席ね、助手席に座った方がこのように感じテーブルを挟んでですね、こちらにも人が座れますから、4人の方がですね、こうくつろぐですねスペースになりました。セカンドシートも座ってみたんですけども、大人の方2人ぐらいは座れそうです。はい、そしてこのね、ダイネットスペースの上にはですね、こうオープン形式のですね収納スペースと、こちらの方にもですね収納スペースがあります。こちらを開けてみるとですね、奥行きはですねそんなにないんですけども、高さとですね横幅はなかなか広い、こういう収納スペースがありますから、小物関係もね収納することができるかと思います。そして照明なんですけども、こちらのね棚の下にはですね、はい、このスポット照明がですね2箇所、これタッチ式のですね照明がついておりますし、こちらのスイッチを入れてあげると、はい、ここねライン照明がつくことができます。そしてこちらはですね、はい、エアロウィンドウになってますから、少しですね横幅がこう出窓のようにねなっておりますので、スペースがね非常に広くなっております。そしてこれアクリル二重窓ですから、断熱性能も非常にいいですし、夏はねこの窓をこう開閉もできますし、網戸をね出すこともできます。そして寝るときはですね、このシェードをこのように閉め切ることができますので、これは非常にですねいい窓がついております。はい、こちらにはですね19インチのマルチカーシアターシステムというですねこのテレビシステムがあります。これはですね一緒に前についております、これアルパインのですねフローティングビッグ X というですね大型のですねナビをつけていただくと、こちらの方でですねナビで拾った映像をこの、ね、後ろのテレビで見ることができます。はい、そしてこのですねテレビの横に関しましては、はい、今ねもう当たり前になっちゃいましたよね、USB のこう充電ポートもありますし、 100V のねコンセントがあります。でこのコンセントも、オプションでですねインバーターを設定していただくと、外部電源がつなげないところでもですねスイッチを入れていただければ、ここから 100V がね出てきます。はい、そしてこちらがですね、こう収納がねマガジンラックのような感じの収納がねこのセカンドシートの横にありますので、まあ、雑誌だとか小物関係もですね収納することができるかと思います。それではこのダイネットスペースをベッド展開してみたいと思います。まずはこのテーブルを脱着するんですけども、このテーブルにも2本のテーブルレッグがついております。これは後ほどご紹介します。まずはセカンドシートの座面を起こします。そして背もたれについていたこのヘッドレストを付け替えてフロント側に倒します。そして背もたれだったマットも同様にフロント側に倒してあげます。はい、このようにですね、ちょっと寸法はね足りないかもしれないんですけど、こうベッドのね感じにできるんですよ。このシートはこっち側にスライドすることができますから、こうスライドさせてあげると、はい、このようにですねスペースを空けることができますので、ここにですねはまるマットも作ることもできますし、あとですねこちら側このねセンターコンソール、これもですね実はあの専用のですねオプションなんですけど、マットをつけてあげるとですね、ここからですねこのぐらいまで長い一応ベッドができますから、まあお一人か、まあなんとかね小柄な方だったらここでもですねお二人寝れるかもしれないんですけど、こういうふうにですねオプションのマットを組み合わせてあげると、なんとかですねこのダイネットスペースも実は2人ぐらいだったらね、まあギリギリ寝れるベッドをあの作ることも可能です。試しに横になってみたんですけども、ちょっときつかったですね。参考までにこの運転席側の寸法を測ってみると、約1690ミリほどありました。また運転席助手席の間にオプションのマットを置いたと仮定して計測してみると、1890ミリほどありました。ベッドにした状態で先ほどご紹介したこの短い方のテーブルレッグを展開すると、このようにちゃぶ台仕様として使うことができます。これは足を投げ出して座ることもできますから、意外とリラックスできるんですよ。はい、そしてですねこのギャレー設備のすぐ向かい側にですね、これ2段ベッドがありますので、こちらもですねご紹介していきたいと思います。はい、上のベッドに関してはこのような風になっておりまして、
フロント側、頭の方にはですね、このように照明もありますし、こうね、収納スペース、こういう感じのね、ポケットみたいな感じのね、ドアポケットみたいな感じの収納もありますし、ここにもですね、USB のね、ポートがありますので、携帯とかをね、充電することができます。そして、1段目に関しては、はい、このような感じになっておりまして、1段目はね、結構この出窓の部分がですね、やっぱり広く感じられますので、空間は結構ね、広い印象がありますよね。そして、同じくですね、照明もありますし、こちら側にもですね、ドアポケットがありますので、携帯とかはね、こう入れることもできるかと思いますよね。そして、こちらにはですね、はい、USB のですね、ポートもありますし、100V のね、コンセントもこちらにあります。なので、ここにね、携帯ポンと置いて充電したりだとか、そういうこともできるかと思います。それでは、まず2段目から寝てみたいと思います。実はこのアルコーバの2段ベッドはかなり広いです。私がこのように横になってもまだ余裕があります。天井方向に対してもそんなに圧迫感はありませんので、寝返りなんかも優に打てることが可能かと思います。専用のステップやラダーがありませんので、降りるときには注意が必要です。次に1段目に寝てみるんですけども、この2段目のマットに関しては跳ね上げすることができますので、より乗り込みやすくなります。照明や USB ポートもリア側にありますので、本来はこっち側が頭かもしれないですよね。2段ベッドと聞くと狭い印象があるかもしれませんが、このアルコーバの2段ベッドは非常に広いです。圧迫感もさほどありませんので、大人の方2人の方がしっかり寝れる広さがあるかと思います。はい、このですね、ベッド1段目のですね、ベッドの下にはこのような感じで上げることができるんですよ。で、こうするとですね、この下のですね、収納にもなってますし、バックドアを開けた時のですね、ここも全部開いてますから、収納スペースにアクセスすることができます。今暗いんですけど、このような感じでね、はい、大きな収納スペースにつながっております。はい、そしてですね、アルコーバの電装品関係はですね、この1段目のですね、ベッドマットの下に入っております。これをね、開けますと、はい、このような感じになっておりますので、これバッテリーがですね、今2つついております。これね、パワーソニックのバッテリー、サブバッテリーが2つついてて、オプションのですね、1500のね、インバーターもありますし、電源ボックスだとかですね、充電器なんかもついてますので、こちらの方でですね、このアルコーバの電装品関係のメンテナンスをですね、ここを開ければすることができます。はい、そしてね、このアルコーバのですね、最大の特徴とも言ってもいい、この後部のですね、マルチルームをご紹介します。で、こちらをですね、開けますと、はい、このような感じでですね、仕切られたお部屋になっております。で、実はですね、通常このアルコーバは、この仕切られたこのお部屋の中にですね、カセットトイレが標準装備でここに付くんですけども、今回の車両に関してはですね、トイレをですね、レスしております。ですので、はい、その代わりですね、ここにですね、100V のコンセントのね、電源を取り出ししてるんですよ。なので、ラップポンだとかそういうね、電気を使うトイレを置いたりだとか、ポータブルトイレも置くことができるんですよね。なので、収納としてももちろん使えますし、トイレルームとしてもね、活用することができますので、これはね、非常に有効活用できるスペースになっております。そして、これ、FF ヒーターのですね、排気口もですね、このような感じありますから、例えば、スキー、スノーボードや釣りをやられる方もね、ここを乾燥室代わりとして、この部屋をね、利用することもできるんですよ。このような感じでね。で、通常はここにですね、標準装備でトイレがあるんですけど、今回のね、この車両に関してはトイレをね、レスしてますので、トイレを置いたりっていうね、こう自由度が高くなってると思うんですよ。なので、ここのですね、寸法も結構ね、重要ですので、これ、ね、どんな感じかね、ちょっと実測してみたいと思います。まずですね、この奥行きですね、重要な奥行き。このね、パンの部分だけで測ると、だいたいですね、78センチぐらいあるかな。78センチありますし、横幅がですね、ここね、端から端で測ってみると、
85センチ、まあ86センチぐらいありますから、結構広いですよね。実際にこのようにマルチルームの中に入ってみました。広さも十分で、高さこそ低いんですけども、難なくトイレルームとして使うことができるかと思います。はい、ですね、ポータブルトイレ、持ち運びができるですね、ポータブルトイレをね、置いたらこんな感じですね。結構広く使えそうですよね。これね、横向きでも使えるし、こう縦向きでもですね、使えそうですよね。ちょっと座ってみたいと思います。これね、横向きでも全然膝の前のこれ余裕がありますから、全然こうトイレとしても使えますよね。で、手がですね、自由になるスペースも結構広いから、これはね、難なくトイレは使えると思います。で、試しにこれ縦向きにね、ちょっとしてみます。はい、縦向きにしてみました。これ広いですね。横幅もこれ、手これだけ広げれるスペースもありますし、膝もですね、ここのドアにもぶつかりませんから、これね、快適にトイレ使えます、この部屋。なかなかね、これはいいと思います。はい、今回はですね、人気バンコンビルダー、トイファクトリーさんのアルコーバいかがだったでしょうか。はい、このですね、アルコーバ、実はですね、まあお二人使いですね、まあおすすめですよっていうキャンピングカーだったんですよね。この後ろのね、大きな二段ベッドがありますので、ここでですね、お二人の方が優にですね、寝られるスペースがあったんですけど、まあ、ここのですね、ダイエットスペースもね、今ですね、セカンドシートに座ってるんですけど、セカンドシートに座ってテーブルを挟んでですね、運転席、助手席を展開してあげると4人の方がですね、こうダイエットスペースを作ることができたんですけども、このね、セカンドシートこうフラットにしてもね、ちょっとまあスペースが狭いんですよ。なのでオプションでですね、こうマットをですね、こういろいろつけていただくと、まあなんとかですね、まあ2人ぐらいのね方も寝れるスペースができますので、基本はね2人用かもしれないんですけども、オプションのですね組み合わせ試合では4人の方もですね使えるね、キャンピングカーだったんじゃないかなと思います。そして唯一無二のですね、このマルチルームね、これカセットトイレが実はですね、このアルコーバに関しては標準装備なんですけど、まあ大胆にもですね、この標準装備のカセットトイレをですね、もう取り外して、もうレスオプションという形ですね、何もない状態のね、お部屋になってるんですよ。ただ最近ね、まあ私も結構動画にする機会が多かったんですけど、まあ、パンコンタイプのキャンピングカーでも、まあ、トイレをね置きたいなって方結構今増えてまして、まあ一つのね、このねアルコーバに関しては一つの提案で、もうこのマルチルームのねところにはトイレをね外してはいるんですけども、まあラップポンだとかのね電源が取れるように 100V のコンセントをつけたりとかねしてますので、そういうですね電源が必要なトイレを置くこともねできますし、もちろん持ち運びができるですねトイレも置くことができるんですよ。で今回はね、私ポータブルトイレをポンと置いてみて座ってみたんですけど、私ぐらいの体格でもですね、ちゃんと座ってまあ少し手が広げれるぐらいのスペースがありましたから、拭けるそういうこともねできるこの広さがありましたから、今ですねバンコンタイプのキャンピングカーを検討されていて、まあトイレルームね、マルチルームちゃんと十分な広さがあるトイレルームがねあるキャンピングカーを探されている方は、今回のこのアルコーバひょっとしたらぴったりかもしれません。はい、今回はですね、人気バンコンビルダートイファクトリーさんのトイレルームがあるバンコンアルコーバをですねご紹介しました。また少しでも参考になりましたら高評価の方と、今後もですねいろんなキャンピングカーをご紹介してもらいます。今後もですねいろんなキャンピングカーをご紹介してまいりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。はい、今回もご視聴ありがとうございました。